百州武道具店の動画。こんにちは、威張った先生大嫌い、褒められて伸びる子、店長のうがです。どうも、やってますか。うおー、今日はですね、剣道やる子増やしたいっていう話、もっともっとみんなで盛り上げようって話なんですけど、実はこの間隣町のスーパー行ってたら、スーパーの区画の中にカラオケ屋さんがあって、カラオケ屋の入り口にいっぱいこうチラシを貼ってあるんですよ。で、そこで見つけたんです。これ同じもの。じゃん。剣士募集ポスター。で、これ見つけて、うおーと思ったんですけど、これ実は何かっていうと、僕がデザインしたやつなんですよ。それで、5年ぐらい前に剣道やる子をね増やしたいっていうことで、デザイナーさんに頼んで、もう何パターンもほら何パターンも作ってですね、ホームページからダウンロードできるようにして、どうぞ皆さん使ってくださいと。もうこれで1人でも2人でも増えたらいいじゃないですかっていうことで、お配りしてたやつなんですよ。2年ぐらい前にもうそれやめてたんですけど、まだ貼ってくれてたんですよ。でも本当嬉しくなっちゃって、今日こんな話、まあこれを機にね、動画の説明の方にこうダウンロードできるようなリンク貼っときますんで、使ってください。忘れた、著作権は、著作権、歯抜いたんで著作権が言えないわ。著作権は僕にありますんで、どうぞ、もう僕が言ってるんで、どうぞ使ってくださいと。配るの目的で作ってもらったやつなんで、どうぞ使ってください。もちろん無料です。人気の順にランキング形式でご紹介します。第5位、ダダン、こちら赤胴女の子剣士募集ポスターです。続きまして第4位、2枚あります。ダダン、剣士募集、これ犬か狼か分かんないんですけど、犬か狼か分かんないポスター、これ僕個人的に一番好きなんですよね。これが第4位です。第3位、ダダン、さっきのこちらですね、男の子女の子。続きまして第2位、ダダン、仲良く楽しく元気にうさちゃんポスターです。これが第2位。そして第1位は、栄えある第1話、ダカ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 デン、こちらのもういかにもお母さん受けしそうなポスターです。なになに、子供たちに剣道を通じて礼儀作法の大切さと忍耐強さを教えています。おー、通わせたいな、こんなとこ。実はこういう文章とかも、これワード形式のファイルなんで、ダウンロードしてこういうとこカタカタ直して、もう印刷するだけと、それで使えますんで、どうぞ皆さん使ってください。全く自由です、無料なんで。で、その他にもちょっとあってね、実は紹介しておきますね。ダダン、あんま人気なかった、これ実はこれ写真僕です。はいはい。おー、それと、こういうのと、こういうのかな、これで全部かな、これ全部かな。よかったら使ってくださいね。今日はまあこんなあっさりしたお話でした。いつかお会いできる日を。著作権。